アメリカ本土で人気沸騰中のジョージア州の若きチャンピオン、ディック・スレーターです。TWF ヘビー級選手権者、33回防衛、インターナショナルタッグ選手権者、海外防衛戦も目前でございます。3月の20日、ノースカロライナ州グリーンズボロでバランフォンらしくの挑戦を受けます。世界のジャイアント馬場でございます。解説の方は東京スポーツ新聞社山田隆さんでお伝えしてまいります。山田さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。本当によく入りましたね。そうですね、気持ちがいいですね。まあね、これだけね、熱気あふれる中での試合となるとね、はい、選手の方も一段と張り切って、もう実力以上のものがね、はい、出せるんじゃないかと、もう十分に期待できますね、はい、そうですね。さあ、世界のジャイアント馬場、第49代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場がディック・スレーターに胸を貸します。さあ、この一戦ですけども、山さん、このディック・スレーターも生きのいい選手ですからね、面白い一戦ですね。いや、これはね、とにかくあの元ね、はい、NWA 世界ヘビー級チャンピオン、そして現在の PWF ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場、まあ形の上では胸を貸すということになるんですが、どうしてなかなかね、このスレーターという選手、今や売り出し中の売り出し、はい、アメリカのマット界では次期世界チャンピオンの呼び声もあるという大物ですからね。本当ですね。この一戦はね、これもなかなか見応えあると思いますよ。はい、まあ、来日する直前に NWA の世界ヘビー級のニューチャンピオン、ハリーレースに挑戦状を送ってきたというこのディック・スレーターです。もちろんジャイアント馬場選手も今年第1回のアメリカ遠征におきまして、セントルイスでハリーレースに堂々と挑戦状を送りつけております。まあね、これははい、お互いのキャリアを比べてみますと、これも問題にならないほど馬場選手の方が上だし、これも世界的にも格が上です。しかしながらですね、この逆に怖いのはディック・スレーターがたとえノンタイトルにしろですね、この一戦でもし馬場選手に勝つようなことでもあれれば大変な金星ですからね。そうですね。なんといっても天下のジャイアント馬場に勝ったということになれば、アメリカへ帰ってからのね、はい、もう全然違いますからね。そういうことですね。ですからもう今日はね、じっくり狙ってくると思いますよ。はい、ヘッドシザースに捉えられました。ジャイアント馬場、今すっぽりと抜けました。現在アメリカでは新王者ハリーレースがこの若手ナンバーワンと言われておりますディック・スレーターの挑戦をいつ受けるか、これが非常に話題になっているという話が伝わっておりますが、何としても山田さん、先に挑戦されては馬場としても眼色なしですからね。そうですね。この選手には負けられない一戦ですよね。しかしね、若い選手にしては珍しくね、肝が据わってると言いましょうか、はい、なかなかふてぶてしいですね。そうですね、日本の若きチャンピオンジャンボ鶴田とシングルマッチで顔を合わせましたが、結局は引き分けになっておりまして、正式な決着はついてないんですよね。そうですね、あの時も私の見る目ではむしろジャンボを押していたという感じさえありましたね。はい、まあ、ジャンボ鶴田とは将来好ライバルになるでしょう。ディック・スレーターでございます。 NWA のエディ・グラハム会長が本当に自信を持って、この選手はいい選手だぞという折り紙をつけられまして、日本にやってまいりました。ディック・スレーター、さあ、ジャイアント馬場サイドのヘッドロックに取っています。身長はかなり差があります。ディック・スレーターは188センチ、114キロ、一旦はエプロンに飛び出しましたディック・スレーターですが、ヘッドロックがっちりと持っております。さあ、足を取っての首固め、あの204センチをキャンバスに沈めることができるか、ディック・スレーターであります。まあ、山田さんね、ジャイアント馬場選手というのはこういう若手のレスラーを相手にするときは、何かこのリングに上がったときから威圧感を与えましてね、もう本当に簡単につける試合が多いんですけれども、さすがにこのディック・スレーター大物という、まあ、噂があっただけに、しかも実力通りの力を発揮しているだけに、かなり慎重ですね。そうですね、まあ、若い選手ならですね、はい、馬場選手とこのリングの上で向かい合っただけで圧倒されちゃってね、もういわゆるビビるというやつ、ね、うん、そうですね。ところがね、このスレーターはね、ビビるどころか、はい、真正面から向かってきますね。本当ですね。まあ、私この選手を見るたびに思い出すんですがね、この新チャンピオンになったハリーレース、そして前のチャンピオンのテリーファンク、ちょうどこの2人を足してね、2で割ったような動きが多いんです、はい、もう本当に随所にね、そういったあのレースとね、テリーファンクのいいところがね、出てきますね。そうですね。なかなかですから勉強家でもあるんでしょうね。それからファイティングの形を見ておりますと、ファイティングポーズを見ておりますと、あのディック・マードックにも似てる部分がありますね。ですから、今の NWA のトップレスラーのいいところをみんな取ってると、はい、いうような感じさえ受けますね。はい、ヘッドロックがっちりと離しません。サイドヘッドロックであります。世界のジャイアント馬場でございます。なお、このディック・スレーターが着ている、つけておりますトランクスですけれども、これは全
NWA 世界ヘビー級チャンピオンの、テリーファンクにプレゼントされたトランクスでございます。そうですね、そうですね、テリーがあのこれを愛用してましたね。そうですね、このディック・スレーターは、ま、南東部地区一の、ま、暴れん坊と言われておりまして、大いに活躍したのは昨年の夏頃からですか。そうですね、ずっと伸びてまいりましたね、あの日本帰りは出世するというようなジンクスがあるんですがね、誠にそれを陣営行ったような人 で、 そうです、ね、まあ、あのジョージア州のチャンピオンになって、それで一度取られて外へ出たんですが、またカムバックしたと、はい、これはもうやっぱりすごい実績ですね。腕を取りに行きました、左の腕殺しであります、世界のジャイアントババアームブリーカーに持っていきました。昨年の8月の20日、このディック・スレーターはジョージア州でザ・スポイラーからジョージア州ヘビー級のタイトルを奪いまして、その勢いで9月の10日アトランタで全 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリー・ファンクに挑戦、実に60分フルタイムの1対1ドローというような際どい勝負をやっております。その後ジョージア州ヘビー級タイトルはベテランのミスターレスリング2号に一旦は取られましたが、去年の暮れ12月にアメリカの祭日感謝祭の特別試合におきましてサンダーボルト・パターソンを破り王座に君臨しております。去年の8月に取って一旦は取られましたが、また取り返しております。アメリカ本土で人気沸騰中、ジョージア州の若きチャンピオンディック・スレーターです。山さん、この南東部地区というのは何度も放送の方でお伝えしておりますが、プロレスの方では激戦地区なんですよね。そうですね、特にあのジョージア州のアトランタあたりはですね、はい、もう名選手が続々と集まるところですね。そうですね、ニードロップを見舞いました、そのディック・スレーターです。そのままカバーの体勢、ババ返しました。その激戦地帯と言われております南東部地区へ殴り込みをかけます。今年2回目のアメリカ遠征決定しております、ババ、鶴田、そしてテキサスのアマリロで修行中の天竜の3選手がこの南東部地区へ乗り込むことになっております。まず3月の17日にはドリーファンクジュニアのテリトリーアマリロスポーツアリーナに登場、そして3月の18日はジョージア州アトランタで試合、これは NW 役員のジム・バーネットのテリトリーであります。そしていよいよ3月の20日ノースカロライナ・グリーンズボロのグリーンズボロクロシアムに登場いたします。まあこの地区は NWA 副会長のジム・クロケットジュニアのテリトリーで、いわばどうでしょうか山田さん、 NWA の本部が現在ノースカロライナシャーロットですか。そうです、で置いてありますので、お膝元で試合をやるということになりますね。そうですね、まあ、とにかく今あの話に出ておりました南東部、はい、いわゆるそのフロリダ州、それからノースカロライナ州、それからジョージア州、これはもう NWA の本部があるばかりじゃなくトップが全部揃っている地域ですね。そういうことですね、はい、フロリダ州には NWA 会長のエディ・グラハムがおりますからね。そういうことですね、まあ、一番 NWA のお膝元で、全日本プロレスの人気3人男が大々的にデモンストレーションを行うというこの華々しい試合ですね。ディック・スレーターの動きが非常に良くなってまいりました。ひときわ動きが目立ちます、ディック・スレーターです。あの世界のジャイアント馬場の胸を借りて堂々と勝負を挑んでおります、ディック・スレーターでございます。まあ海外防衛戦というハンディキャップの上に、しかもまた NWA の重鎮が控えているリング上、ここでまあ PWF の海外防衛戦2度目になりますが、対戦する馬場選手もこれは大変なことですね。そうですね、あの肉体的なねコンディション作りということもさることながら、はい、精神的なねものがかなりねきついですね。なんといっても敵地ですからね、はい、これはしかも向こうで待ち構えているのがバロン・フォン・ダッシュということで、ああ大変なやはり難敵ですね。そういうことですね。さあモンキーフリップでディック・スレーターを放りました。さあスピニングトーホールドの体勢でありますディック・スレーター、あの長い足を持ってスピニングトーホールドの体勢に行きました。さあババが行く、16本カウンター、見事に炸裂、そのままカバーの体勢だ、なっとうまくかわした、スレーターかわしました、16本キックをかわしましたディック・スレーターです。本当に若き実力者です。おダブルアームスープレックス、ババにかけようとしましたよ。勇気ありますね。やりますね。このねファイティングスピリットは素晴らしいですね。本当ですね。エルボーバックであります。今度は対角線上に頭を持っていきました。世界のジャイアントババ、かなり顔面を歪めております。おっと、ハリーレースバリのヘッドバット。ハリーレースバリのヘッドバットを見舞いました。ディック・スレーターです。リングの中央か。おっと、セカンドロープから場外に放り投げました。スレーター114キロ。さあどういう試合になりますか。場外に放り投げられました。しかし世界のジャイアント馬場であります。あんまり深追いはしないですね。本当ですね、非常に慎重ですね。あしかし場外に出ましたね。あ出ます、ディック・スレーター
ラフプレーに持っていきました。場外での乱闘の様子を投影してまいりました。さあジャイアンツチョップが炸裂しておりますが、果たして腰の切れはどうか、腰の切れはどうか。バックを取りました、バックを取りました。場外です。バックを取って何を持っていく、あっとアトミックドロップ、アトミックドロップ、尾てい骨に思い切って膝を当てました。アトミックドロップ、これは効いた。膝のあたりを押さえております。ディックスレーター、かなり苦しそうです。しかし戦場は場外、カウントが続いています。PWF ルールでは、10カウント以内でリングの中に入らなくてはいけません。さあ、ディックスレーターも入りました。やはりスタートからね、馬場選手が相当慎重にやってますね。本当に慎重ですね。さあ、今度はヘッドロックに捉えます。さあ、ポジションをうまく考えております。自らロープに持たれました。ジャイアント馬場、さあリングの中央に持ってきて大きく、わーっと204センチを持ち上げた。ものすごいボディスラム。ディックスレーター力があります。今度は反対に思い切って、さあ何でいくか、抱え投げか、抱え投げ、抱え投げというよりかもうデッドリードライブに近いですね。そうですね、馬場選手がやると非常にハイアングルですからね。本当ですね。さあ今度はフロントからの攻撃であります。さあブレンバスターでいくか、ブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスター、落差があります。ものすごい落差。ブレンバスター、さあ息の根も止めるか、息の根を止めるか、そのままあっと前固めに固めました。いや、完全は苦戦をしましたけれども、大型技を展開したジャイアント馬場、ディックスレーターを打ち破りました。最後はね、大技でじっくり料理しました ね、 やはりね、馬場選手としてはね、自分の力をね十二分に見せつけようという気持ちだったんでしょうね。そうですね、堂々と世界のジャイアント馬場が若きチャンピオンディックスレーターを打ち破った一戦でございました。